こんにちは、広報校長課鈴木です。6月といえば夜店ですよね。ただ今年は残念ながら中止になってしまいました。来年にまた期待しましょう。さて今回の豊橋ナウのラインナップはこちら。できることから環境問題に取り組もうと、今後10年見られない部分日食を見ようの話題をお届けします。そして最後に現在開催中の連続テレビ小説エール展についてお知らせします。それでは初めに、できることから環境問題に取り組もう、ご覧ください。こんにちは、環境政策課のカナダです。皆さんは買い物に出かけるとき、レジ袋をもらっていますか？実は7月1日からレジ袋の有料化がスタートします。コンビニでのお買い物や外食のテイクアウト、薬局での薬のお持ち帰りの時など、これまで当たり前のように無料でもらっていたレジ袋ですが、7月からは基本的に全ての小売店で無料での配布が禁止され、レジ袋が必要な場合は消費者がお金を出して購入することになります。ではなぜレジ袋が有料化されるのか少し考えてみましょう。レジ袋をはじめとするプラスチックは私たちの生活に密着していて身近な素材です。朝起きてから寝るまでの間、プラスチックを全く使わない日はないのではないでしょうか。でもその一方で、石油資源の問題や海洋プラスチックごみの問題など地球規模の課題が深刻になってきています。このままのペースで海洋プラスチックごみが増えていくと、2050年には海にいる魚の重さをプラスチックごみの重さが上回ってしまうという恐ろしい試算もあります。こうした課題の解決に向けては、過剰に使用されている使い捨てプラスチックを削減していくことが大切です。レジ袋の有料化の目的は、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要なのか考えていただき、私たちのライフスタイル自体を見直すきっかけとすること。環境のために自分にできることは何だろうと考えるきっかけにしていただければと思います。環境のためにできることなんて聞くと、ちょっと大げさで難しいような気がしますよね。でも普段の生活を少し変えるだけで、環境のためにできることにつながるんです。例えばマイバッグを持ち歩くこと。今まで気軽に立ち寄って買い物をしていたコンビニでも、レジ袋は有料化されます。カバンに一つマイバッグが入っていれば、急な買い物の時でもレジ袋を買わなくて済みますね。例えば使い捨てのスプーンやフォークを断ること。お弁当を買ってお家で食べるとき、特に必要ないのになんとなくスプーンやフォークをもらってしまうことはありませんか？いらないものは断る。これも大切なライフスタイルの見直しです。環境のために、今一人一人が自分にできることを実行することが大切です。皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。私もマイバッグを使っています。マイバッグはとても便利です。皆さんもできることから環境問題に取り組んでみましょう。さて続いては、今後10年見られない部分日食を見ようをご覧ください。豊橋市視聴覚教育センター地下資源館では、青空の戻った6月21日日曜日午後4時過ぎから、太陽が月によって欠ける天体現象の一つ、部分日食を見る観察会が、親子など165人ほどが参加して開かれました。
参加した人たちは学芸員などからの説明を聞きながら宇宙の一大スペクタクルショーを楽しみました。豊橋市視聴覚教育センターではさまざまな天文のイベントを開催しております。今回はなかなか見ることのできない部分日食という現象を皆さんで見ていただける、イベントを開催します。観察会では参加者に太陽の光を減らす特別な観察メガネが用意されたほか、天体望遠鏡が設置され、望遠鏡を通した太陽の像をみんなで観察しました。ここに月がある、ね、はい、地球から見たときに太陽が月によって隠されてしまって見えることがあります。これを地球から見ると、太陽が食べられているように欠けていく様子が見られることから日食と言われています。どんな様子かというと、だんだんと欠けていっています。欠け方は少しずつ欠けていました。下の方がちょっと欠けてて、5時くらいになったら大半が欠けるのでちょっと楽しみです。星が好きなので結構楽しみにしてたんですけど、梅雨時だからしょうがないかなって感じです。はい、梅雨時でなかなか天気の良くない日が続く中だったんですけれども、残念ながら最初から最後までは見れませんでした。でも最初から、ほぼ最大食の近くまで、皆さんに見ていただけることができましたのでとても良かったと思っております。なお、豊橋市視聴覚教育センター地下資源館では現在、企画展脳で見る科学実験美術館が開かれています。物に触れず目で見る科学実験として、錯覚や鏡を使った不思議な世界が体験できます。この企画展は8月30日日曜日までの開催です。参加した皆さんにとって貴重な体験になりましたね。最後に連続テレビ小説エール展についてお知らせします。子ども未来館ココニコでは現在、連続テレビ小説エール展を開催しています。番組紹介パネル、出演者の等身大パネルのほか、エールの撮影で使われた衣装や手紙、楽譜といった小道具なども展示されます。さらに豊橋市内の海岸や神社で撮影されたシーンが写真やパネルで紹介されており、ドラマの舞台を深く知ることができます。開催期間は6月30日火曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時までです。なお水曜休館ですのでご注意ください。ご来場の際はマスクを着用し、消毒液のご利用や手洗い、咳エチケットなど感染症対策にご協力をお願いいたします。また展示物には触れずに、周囲の方と十分な間隔を保ちながらご覧ください。詳しくは豊橋市シティプロモーション課、電話0532-51-2179へお問い合わせください。数々の貴重な展示をご覧いただけます。皆さんぜひ子ども未来館ココニコへお出かけください。さて今回の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。